桜坂は同じくリアリティを覚えていて、どっちもあの苦しみだったりもがきを感じてるんだけれども、それに対するアンサーが違って、うん、欅坂の世界はどんどん行けば行くほど、うん、この自分の中に入っていって、社会から離れていって自分の中の世界を深めていく、うん、多分そういう子たちもいっぱいいて、それだからこそ私も同じようにその子と一緒に苦しみを感じることで、あ、同じように感じてる人がいるって寄り添えるのが桜坂で、あ、欅坂で、うん、でも桜坂はそれの逆のアンチテーゼで、あの同じような境遇で同じような環境だけれども、それでも自分は人と触れ合って一歩前に進んでみるっていう姿を見せることで、あ、そういう答えもあるんだっていうふうに感じて作ってることが多いんだ。うん、